はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ビビコチャンネル村田です。ティークルーチャンネルの飯田会長です。おお、新しい。噛まずに言えました。それ、俺ティークルーの T シャツやん。はい、かっこいいね。ティークルーの T シャツ。作ってもらいました。皆さんもよかったらどうぞ。素晴らしい。はい。今日は告知。はい。お知らせがあります。はい。ティークルーの飯田会長より。はい。では。何の告知ですか。はい、先輩。13時間卓球の告知をさせていただきたいと思います。はい、はい、13時間卓球8月13時間卓球なんと2回やります。2回。はい、はい、8月12日、月曜日ですね。お盆中、ほう、栃木県の石橋体育センターで13時間卓球やります。やります。みんな来てください。何時から何時ですか。8時半から21時半です。13時間です。13時間。たまに12時間だったりするんですけど、13時間です。おお、はい。そして続きまして、8月18日日曜日、はい、なんと北海道の札幌に上陸します。むちゃくちゃやね。むちゃくちゃですよ。むちゃくちゃですよ。それ実は僕も行きます。はい、お、知ってました。僕も行きます。はい、お邪魔します。いただきます。前日はその前夜祭でピンティーさんでいろいろ飲み会とかやって、当日も運営とかピンティーさんも入ってもらって一緒にやるっていう流れになります。なるほど、なるほど。はい、でも北海道に知り合いないですし、北海道も行ったことないので、うん、札幌の皆さんお力を貸してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね、北海道でもやることになっちゃったね。はい、すごいです。逃げられないです。次沖縄でしょ。だって沖縄沖縄、沖縄、はい、ね、考えておきます。前向きに検討しておきます。そうですよね、はい、これ何回目ですか、13時間卓球。北海道で何回目か覚えてます。はい、北海道で7回目です。7回目。7回目です。これ年内何回行きたいとかあるんですか。1年間に何回やりたいとか、はい、ティークルの飯田会長は何か、はい、計画立ってるんですか。大体あ、もう1年間のスケジュール押さえちゃいまして、お、次は9月、10月、12月、1月っていうふうに押さえてまして、もう12回ぐらいじゃないですか、もう埋まってる範囲で。じゃあもう今年、はい、年末までで10回記念はできそうなんですね。そうです、できそうですね。ですごいな。1月はサブアリーナとメインアリーナ借りて50台ぐらい借りちゃったんで、どうしようかなって。1月 ?1 月4日です。あ、もうあれだ、はい、みんなもう正月休みが、はい、え、今年の1月4日って休みですか。土曜日なんでお休みです。じゃあ、うん、もう年末年始休暇が終わるわっていう、うん、みんなうなだれてる時の最後の楽しみで初打ち、ぜひ来てください。いいですね。それはいいですね。それちなみにどこでやるんですか。栃木、栃木の栃木総合体育館メインアリーナとサブアリーナです。僕行ったことありますか。はい、3月31日に来ていただいた場所。あそこですか。そうです。あそこはメインアリーナ。あそこはサブアリーナなんですよ。メインアリーナは あったバレーボールやったとこだ。お、そうですか。3倍ぐらい大きいところで、観客席もすごいところ。50代って言ったら何人ぐらい呼んでますか。1000人ぐらい。すごいな。皆さん来てください。1月4日です。一通りお正月のテレビは、ね、まあ飽きちゃってるんじゃないですか。うん、でも作って雑煮と餅食べて太っちゃったから運動しなきゃって思ってる時ある。そうですね、うん、ぜひぜひ皆さん、はい、あの正月太りを直すためにも来てください。めちゃくちゃ痩せますからね、13時間卓球やれば。何セットできるかみんな試した方がいいです。で、今こうチャンネル見ていただいてる方で、はい、13時間卓球って何っていう方がもしかしたらいらっしゃるかもしれない。はい、ですよ。おっしゃる通りです。ですよね。はい、なので、まあ、さらっと13時間卓球って何って、はい、ちょっと教えてもらってもいいですか。説明しよう。お、はい、お願いします。13時間卓球とは、大会とはまた違うんです。大会は勝敗関係あるんで、うん、負けたらもう帰宅っていう流れですけど、これは交流会、勝敗関係ないイベントなんで、もう勝ち負け関係なく初対面の方とも試合ができる。で、お一人様の参加が9割ぐらいなんですよ。で、みんな友達とか来るんじゃなくて、一人で例えばもう青森から来たりとか愛知から来たりとか、それで関東の人と仲良くなったりとか、そういう本当に交流会っていうイメージで大丈夫です。はい、9割が1人ってすごいね。すごいです、びっくりします。え、果敢に来るわけでしょ、うん、1人で。果敢に1人で来ます。で、大体、はい、お友達何人かできて帰ってくる。お友達できて帰ってきて、その地元近い同士で交流会やったりとか大会出たりしてるそうで。あ、すごいね。はい、入れてよって感じです。僕絶対行けないですもん。そんな。そうなんですか。はい、小心者なんで。いや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 、本当に来た時人気者だったじゃないですか。いや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 、本当に。いや、でもいいですね、一人でも行って、はい、帰る頃には、はい、
ね、LINE のさ友達増えてるわけでしょ、はい、そうです。なんか逆に友達連れてくるとその日は離れてやろうみたいな話し合ってるみたいで、そういう感じなんで、もう一人でも全然大丈夫です。うん、主にやるのは試合がメインですかね。はい、交流試合みたいな。そうです、そうです、ですよね。はい、で、あ、僕3月31日行った時に、はい、はい、すいません違う行った時にびっくりしたんですよ。本当にこんだけ人がいて、しかもそれこそ本当皆さん多分一人で来てる方が多くて、でも言っても、はい、人がいっぱい集まったら、はい、そのできる人できない人やっぱりね出てくるじゃないですか。一人は10試合やった、もう一人はちょっとね恥ずかしがり屋さんで3試合しかできなかったとかも、はい、あるのかなと思ってたんですよ、はい、正直。でも、やっぱ三島会長いろいろ考えてて、その今ね、マッチングアプリとか流行ってますけど、それに、それやってそこからなんかヒントなんかは知らないですよ、僕。いや、その通りなんですよ。なんで知ってるんですか。で、だからマッチング台とか、その書いていけば絶対にできるようにしてあげたりとか、はい、それこそまあ YouTube で卓球のことを発信している子たちをゲストが来てくれたらそこに挑戦する台を設けたりとか、はい、まあいろいろと飽きないような、うん、そして孤立しないような仕組みができているので、本当に多分一人でお越しになっても、まあ満足できるぐらい卓球して帰れるんじゃないかなって思いました。はい、すごいなって。本当に終日いればすごい人なんて40試合近くやるんですよ。まあその中に3セット待っちゃったりあるんですけど、なんでもう体力が続く限り何試合でもできるそんな卓球の交流会です。うん、それこそね、卓球業界で働いてもいるかもしれないし、ね、いろんな業種の方が来てると思うんで、そこで仲良くなってね、新しいことまた始めるような仲間ができたりとかもすれば、うん、三島会長ハッピーなんじゃないですかね。そうですね、うん、仲間を作るイベントもそうなんですけど、まあ、いろんな企業の方とか、来たりする時もあって、3月31日は村田さんが水野の Q5 市だからも入っていただいたりとか、うん、あとは求人、卓球人っていう、うん、事業が入ってたりとかするので、過去にその就職までつながった人も何人かいて、うん、その卓球業界とか、卓球を応援してくれてる企業さんとかの就職っていう斡旋もやってくださるところもあるんで、本当にできるものって多いのかなと思ってます。素晴らしい。そんな13時間卓球もう来月2つありますから、はい、北海道来てほしいな、はい、北海道来てほしいです ね、まあ、はい、北海道の方は絶対来てください。これ見てる方で北海道の方がいたら、はい、絶対来てください。お願いします。来てください。泣きます僕、来なかったら。僕も泣きます。本当に来たら泣きます。どっちにしろ泣くんだな。どっちか泣きます。だから本当に、まあ、楽しい時間になるとは思いますよ。僕は北海道の時はもうカメラ持って皆さんの思い出をパシャパシャと切り取ってるので。え、やらないんですか。やらない。はい。絶対やらない。はい。いや、でも本当に楽しいイベントだなっていうふうに純粋に私自身思うので、ぜひお願いします。いや、こちらこそお願いします。ちなみに申し込みどうすればいいんですか。申し込みは概要欄に貼らせていただきます。概要欄に貼らせていただきます。Google ホームからのお申し込みになるので。おお、なるほど、はい、なるほど、なるほど。あとは飯田会長の Twitter で主に様子とか、うんうんうん、進捗とかをお伝えしているので Twitter をフォローいただければなと思います。で、飯田会長の Twitter アカウントはここ、は貼ってくれますか。うん、ここ多分出ると思う、はい、ここかな、ここから、ここら辺出ると思います。ここら辺ですね、うん、まあ、一応概要欄にも貼っておきます。ありがとうございます。西岡ちゃんツイッター、はい、はい、ですので、ちょっとでも興味がある方は一歩踏み出して行ってみると、はい、新しい世界見えるかもしれませんね、はい、そうですね、うん、もう小学生からお年寄りまで来てるんで、うん、もう誰とでも誰が来ても大丈夫な状態です。はい、お待ちしております。ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということで、西田会長から、まあ、今話題の13時間卓球のお知らせと、まあ、皆さんにどういうものか知ってほしいということで、はい、今回この動画を撮らせていただきましたので、はい、まあ、今年まだあと、まだ今から考えると5回ぐらい多分13時間卓球あるのかな、おそらく90、うん、そうです、そうです、うん、はい、なのでぜひどれか一つは都合をつけて参加してみてもらえると私も嬉しいと思いますし、絶対に楽しいと思いますので、うん、ぜひ全部来てください。全部よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。